北朝鮮の完全な非核化に向けて日米間の連携一層進めていきたいと指摘をしまして、三者の間で認識の一致を見ました。22日に行われた日米韓の外相会談では、冒頭、北朝鮮による弾道ミサイル発射などをめぐって議論が行われました。この中で茂木大臣は、改めて北朝鮮の完全な非核化に向けて外交的な取り組みを強化する方針を説明し、3カ国で連携をさらに進めることで一致しました。茂木大臣はまた、イギリスのトラス外相やインドのジャイシャンカル外相とも北朝鮮情勢をめぐって意見交換し、連携を確認しました。